は、まあ、こういう発表はさせていただきましたけど、まあ、自分の思いは変わらないですし、まあ、まあ、指名していただいたというか、まあ、評価をしていただいたのはすごく嬉しく思っています。まあ、昨日、まあ、栗山さんの、まあ、いう、まあ、指名に行くというのも、まあ、聞きましたし、まあ、ちょっとびっくりした部分は、まあ、ありましたし、動揺もしたんですけども、まあ、今日、まあ、こうして、まあ、指名していただいて、まあ、自分の気持ちは分からないですけど、まあ、すごく評価してくれていただいたのはすごくありがたいなと思っています。まあ、栗山監督も、まあ、自分の高校2年生に甲子園に、まあ、行った時もお世話になりましたし、まあ、また情熱がすごくあって素晴らしい監督だなと思いますし、またチームカラーもすごく、まあ、いいイメージは、はい、あります。まあ、この間、まあ、決断したように、まあ、自分の気持ちはアメリカでやりたいという気持ちは変わらないですし、まあ、そこは、はい、今変わりません。まあ、今後のことはちょっと、まあ、聞いてないのでわからないんですけども、そう、まあ、そういう、まあ、評価していたのはすごく嬉しいなとは自分で自身で思います。もう一回、じゃあ日本かアメリカかということじゃなくて、アメリカか日本ハムかということでもう一度考えてみようという思いはありますか？まあ、自分は、まあ、どこの球団に、まあ、聞いていただいても、まあ、アメリカで、まあ、やろうという決断をして、まあ、いう発表をさせていただいたので、まあ、今は変わらないです。今後話をしたいって言ったらこう聞くつもりはありますか？まあ、日本の、まあ、これからについては、まあ、自分初めてのケースですし、まあ、監督さんも、まあ、今、まあ、調べてもらっているというか、まあ、聞いていただいているところなので、まあ、ちょっとそこはちょっとわからないです。誰かに相談をしたりしたいなとかも？まあ、両親とは相談というか、まあ、やっぱりまあ、相談すると思うんですけど、まあ、自分の意思というのは変わらないですし、まあ、自分の意思だけしっかりと持って伝えたいなと思います。